どうも皆さんこんにちは、着伐です。今私はヒルトンモルジブに来ております。で今日はですね、ここから、ヒルトンモルジブからボートに乗って、マレの空港に戻ってですね、これからシンガポールに向かいます。でシンガポールに向かう方法なんですけども、今回ねスリランカ航空のビジネスクラスに乗って、このマレから、スリランカのコロンボでそこで乗り継いで、シンガポールということで、マレからねシンガポールまでスリランカ航空のビジネスクラスでね行きたいと思います。今回ね、アラスカ航空のマイルで発見しているんですけども、この区間ですね、ビジネスクラス乗りたいなというふうに思いまして、今回ねスリランカ航空のビジネスクラス皆さんにお届けできるかななんていうふうに思っておりますので、ぜひね楽しんでいただければなと思います。今ね朝の6時40分で、今ねお迎えのボートを待っているところなんですけども、しばらくここで待ってねボート乗って空港の方にね向かいたいなと思います。モルジブねめちゃくちゃいいですね。はい、もう今日でお別れなんですけども、非常に良かったです。一人一人ねこの客室担当みたいな方がついて、それでね利用させていただくわけなんですけども、本当にその方もね親切にいろいろ対応していただいて非常に良かったですね。はい、ということでもうしばらくね時間かかるみたいなので、ここで待ちたいと思います。ということでお別れになります。 Thank you so much。Thank you. ありがとうございました。Thank you. よいしょ。よいしょ。Good morning. 嬉しいですね。資格担当されている方が手振っていただいてます。ではここから約20分間船に揺られてマレ空港まで向かいたいと思います。めちゃくちゃ寒いです。今度がエアコン効きすぎて。ということで行きましょう。Thank you. Thank you. Good morning. Thank you. いや、お分かりいただけると思いますけども、めちゃくちゃ揺れてますね。今日また風が強いんでね、めちゃくちゃ大変だと思いますけど、いや、こうやって見ると本当すごいですねいや、もう見ているだけで怖いです。どうやらですね、なんかチェックインカウンターまで一緒に来てくれるみたいですね、ホテルの方が。これはちょっとよくわからないです。別に特に荷物を引いてくれるとかそういうわけじゃなくて、ただ単に場所を教えてくれるだけですかね。はい。ああ、ビジネスクラス。ということで無事ね、チェックイン出国審査を終えました。すごい時間かかりましたね。もう8時24分ということで、あと25分しかありませんので、ちょっとラウンジだけ見ていきたいと思います。あのね、ファーストクラスのね、ファーストビジネスのね、ファーストトラックがあるんですけども、非常に混雑しておりますし、またね、出国にもね、こう QR コード、イムガっていうのがいるんですけども、それもね、QR コード出してみたいな感じでね、結構ね、待ち時間が長いね、出国審査となりました。で、手荷物検査もさらに並んでっていう感じですね。はい、ということで、ラウンジちょっと行って、登場していきたいと思います。いやー、疲れた。ということでラウンジ到着しました。いやね、最初にここのラウンジ来たんですけど、私がね、ラウンジのインビテーションをね、こことコロンボね間違えて渡しちゃって、ここじゃないよって言われて、あれと思ってよく見直したらね、ここだったっていう話です。あとね15分ぐらいで搭乗開始しますので、ほら見たいて行きたいと思います。いやー焦った、ひとまずあと13分で搭乗開始しますので、あと5分ぐらいここで休んで登場していきたいと思います。ラウンジの中はこんな感じになってます。かなり広いですね。ということであんまり時間がないんでね、行きましょう。いや、めちゃくちゃ広い、いいですね。それでは搭乗ゲート着きました。本日乗るのはあれですね、UL102便、9時25分発のコロンボ行きでスリランカ航空ですね。でこちらね、ワンワールドですけども、今回ね私ノンステですけども、ビジネスクラスで、お伝えさせていただいております。ではもうちょっとこの辺で搭乗開始するのを待ちたいと思います。では搭乗開始したようなので、ね、並んでいきたいと思います。ビジネスクラス、
ということで今回ねビジネスクラスなんですけど、多分おそらくねそんなに長距離路線じゃないんです。路線ともねそんなに豪華な席、豪華な食事みたいなのちょっと期待しないでいただいてお願いします。ということで行きましょう。ハロー、 Oh sorry thank you。 ということで置き止めでございます。いいですね、飛行機はバッチリ見れそうで嬉しいです。ぱっと見スリランカ航空っぽい飛行機はないんで結構遠いのかもしれないですね、うん、ということでバスに乗っていきたいと思います。いいですね、飛行機はめちゃくちゃ見れそう。あの航空会社もすでにどこの航空会社か分かんないですね。今またエアちょっと分かんないですね。まあ、ここね、やっぱモルジブということで、リゾート地じゃないですか。ですんでね、LCC もめちゃくちゃ飛んでるみたいですね。エアアジアとかも来てますしね。はい。バスが動き出しました。フライドバイ航空ですね。ちょっとまだ飛行機映ってないですけど、こちらです。フライドバイ航空。これは LCC なんですかね。ちょっと私はフライドバイ航空は分かんないんで、あれですけども。あ、スリランカ航空か。今回私乗る機材これですね。ワンワールド塗装だ。かっこいい。来ましたよ、ワンワールド塗装。ちょっと見たかったんで。エアバス 330-200 ですね。おそらく22の座席になるのかな。はい。いいですね。まさかのここのドア開かないパターンですね。多分開かないですね。これ真ん中からしか降りられない。私ドアの前にいるんですけど、多分開かないですね。はい、まあ、せっかくなんで最後に降りましょう。いやーいいですね、エアバス330。ということで無事ね、登場いたしました。エアバス 330-200 ということで222の、6席ですね。あ、Thank you。 で、毛布と今お水とね、ウェルカムドリンクでオレンジジュースいただきました。すごいですね。あとね、クッションとかもあります。で、モニターはこんな感じになっていて USB ボードがありますね。はい、結構ね、年季が入ってる感がすごいありますけども、でもね、いいんじゃないでしょうか。いや、まさかね、こんな空いてると思ってなかったんで、私を含めて3人の方しか利用してないですね。はい、ということでフルフラットになりますね、この感じだと。おそらく、まあ、USB もついてますし、でこっちの方にね、座席も倒せると。で、こちらに USB Thank you。 で、こちらにリモコンとあれですね。はい、だいぶ年季入ってますね。はい、で今ね、メニューがいただけました。これが、はい、食事が出るみたいですね。はい、ということで今回もね、窓際を押さえておりますので、外の景色もね、バッチリ楽しめそうですね。はい、いいですね。ギリギリエンジンビューですね。ということで、ウェルカムドリンクでいただきましたので、いただきましょう。いただきます。うまいです。スリランカ航空の CA の方の女性のセリフ、すごい特徴的ですね。民族衣装みたいな、はい、お腹がね、出てる。すごいですね。冷えないのかな。バスの中ね、結構暑かったんで非常に美味しいですね。ふう、ということで、もうね、すぐ飛行機動き出すと思いますんで、もうしばらく待ちたいと思います。今そこでね、手荷物らしきものがね、運び込まれておりますんで、多分これが終わったら出発になると思います。先ほどね、バス乗られてた方は多分全部なんじゃないのかな。2周とかしてればまた変わると思うんですけどね。しばらく待ちましょう、ね、ちょっと先ほど見せ忘れましたけど、機内安全のしおりはこれですね。エアバス330ということで、ダッシュ200って書いてありましたかね。はい、こちらになります。で、はい、ということで今ね、ちょっと注文を聞きに来ていただけました。まあ、こんな感じになっておりまして、メインがね、どうやったら落ちてる、はい、こんな感じで、私はね、このスリランカスタイルの
ミルクライストリオ、これね、チキンカレーみたいなんですよね。こちらですね、はい、それ以外にも、まあ、パンケーキ、エッグパンケーキとかね、いろいろベジタリアンチョイスとかね、いろいろありますけども、こんな感じになってます。あとこっちはティーセレクションがあるみたいですね。いろいろありますね。ブラックティー、スパイスチャイ、ブラックティー、フロストフルーツとかね、グリーンティーのジャスミン茶とかもあるみたいですね。アルコールもあるんですかね、ちょっとそこら辺はわからないですけど、まあ多分あると思いますね、はい。Welcome on board Sri Lankan Airlines. We'd like to take a few moments to take you through the safety procedures on board this flight. Make sure your baggage is safely stowed away in the overhead locker or under the seat in front of you. Please keep the aisles and exits clear.ということで早速ね、機内食が始まりました。シャンパン飲みますかみたいな、せっかくなんでいただきます。うん、美味しいです。おー強い。でちょっとね、画像を出しておきますけども、ちょっとねトレイが熱くて持てないんで、インディアンカレーということで非常に美味しそうです。いただきましょう。カレーでお米とカレーがついてるんですけど、パンもついてるんですよね。結構しっかりした機内食ですね。おー美味しそう。ではいただきます。あ、美味しいですね、うん、あ、結構ピリ辛で美味しいです。パン、こちらもね熱々で、すごい美味しそう、うん、あとね、もらったものはフルーツ、はい、そんなところでしょうかね。ということで、あとはゆっくりいたいで、ちょっとね短いフライトなんで、ちょっと早めにちゃちゃっとね、あの CA さんに迷惑かかんないように食べ終わりたいと思います。では軽くね、エンターテインメント見ていきたいなと思うんですけども、ちゃんとね日本語表記がありますね。これは素晴らしい。ああ、これはいい、いいですね。映画とか日本語あるのかっていう、アバターとか有名なやつだったら、もしかしたら、おお、ちゃんと日本語ありますね。いや、これはすごい、いいですね。じゃあまあ、多分数は限られてると思いますけども、エンターテインメントもね楽しめるということで、かなりいいですね。あといろいろ電子書籍とかニュースとかミュージックとかね、いろいろできます。やはりこの路線で日本の方もね利用する方いらっしゃるのかもしれないですね。いや、まさかね、モルディブからコロンボなんで、まあでもこの2パターンになるんで、あれかもしれないですね、利用される方多いからこうなってるかもしれないですね。いや、非常にありがたいですね。あの機内食食べてる最中にね、もうシートベルト着用サインがついてしまったので、ちょっと座席はね次の機材でもし同じだったらねお見せできればなと思います。それでは無事にスリランカコロンボ空港に到着となります。
飛行機は止まるまでもうしばらくしたいと思います。それではね、到着いたしました。したんですけども、今ね11時52分で、次のフライトね11時40分なんですよね。搭乗がもう搭乗が始まっているということで、デパーチャータイムが12時15分ということで、急いでね次のゲートを向かいたいと思います。ちょっと残念ながらラウンジはね行けそうもありません。ということで、シエさんにもちょっと聞いて、行きたいと思います。果たして間に合うでしょうか。ちょっと不安ですね。出発まであと20分です。あ、ビジネスクラスだけ先、すごいビジネスクラスだけ先にバス出発してくれましたね。いや、これはありがたい。よかったよかった。エコノミークラスの人はまた別なんですね。いや、これはすごいですね。めっちゃビッグ待遇。3人しか乗ってないです。やっぱりディレイしてたんですね。ちょっとディレイしてるかなと思ってたんですけど、結構ディレイしてましたね。はい、もともとね1時間ぐらいの余裕がある、あの乗り継ぎだったんで短いなとは思ってましたけど、こんなに短くなっちゃうと思わなかったですね。まあ、ひとまず、まあ、これでターミナル向かってくれるんであれば、おそらく間に合うと思います。ちょっとねゲートが書いてないんで、急いでゲートをね確認したいと思います。ちょっと不安ですね。はい、私もスリランカを入国する準備をしておりませんので、これで乗れなかったらどうなっちゃうのかもよくわかんないです。まあ、とりあえず急いでね乗れるよう努めたいと思います。あ、もう間もなくねターミナル到着してますね。何度か到着しました。今ゲートに向かっています。 R1 っていうゲートですね。もうね搭乗開始してると思いますね。急いでいきたいと思います。いや、間に合いそうでよかった。いや、ビビりますねこれは。1時間ぐらいの乗り換えはちょっと怖いですね。では急ぎましょう。 Thank you. あ、ひとまず間に合いそうでよかったです。手荷物がちゃんと私のが乗り継いでくれてるかめちゃくちゃ心配ですけども、何人ぐらい乗り継ぐんだろうかな。私以外にもねいました。まあちょっと何人いるかわかんないですけども、一人の方だけ確認してきました。いや、焦りますよね。あと5分で出発時刻ですから。まあでも同社の便なんでさすがに置いてくことはないですから。お手洗いに行きたかったですけど、ちょっと無理そうですね。じゃあちょっと待ちたいと思います。それでは無事席に着きました。窓際をお願いしたつもりなんですけど、残念ながらね伝わってなかったみたいですね。先ほどの機材は一緒ですね。はい、エアバス330-200だと思います。あ、アメニティがついてますね。私ちょっとアメニティ紹介したいと思います。ではちょっとねウェルカムドリンク来ましたので、いただきましょう。オレンジジュースです。オレンジジュース、美味しい。ガバジュースみたいなやつですね。はい、ということで、おそらくね、テレビで1台出発みたいな感じだと思うんですけど、手荷物をと思うの、移動すると思うんで、結構時間ね、かかるんじゃないかなと思います。よかったです。乗れてよかったです。ということで、しばらく動くのを待ちたいと思います。ということで、もう早速ね、飛行機が動き出しましたね。はい、アメリティアとこんな感じで、あ、今、靴下が出てました。スリランカ航空の名前入りなんで、いいですね。4時間半ぐらいのフライトって確か言ってたと思いますので、まあ、結構長いですね。乗車率はね、先ほどと全然違って、ほぼ満席ですね。はい、ということなんで、多分変えられなかったのかもしれないですね。はい、乗り継げたんでね、よかったです。手荷物さえちゃんと来てるか、それが心配ですけど、はい、ひとまず、飛行機動くのを待ちたいと思います。ちょっとね、あの窓際の席じゃないんでね、離陸シーンともね、ちょっとお見せできないのはちょっと残念ですけど、ゆっくりシンガポールの方を迎えたいと思います。今ちょうど離陸してますけど、何が何だか分かんないですね。はい、ということで、離陸無事いたしました。それでは、ね、約4時間半から楽しみたいと思います。機内食もね、なんか先ほどとねほとんど同じメニューで、ないものだけ注文したんですけど、
ほとんどサラダとデザート、まあ、デザートはねもしかしたら一緒かもしれない。ひとまずねあんまり楽しい動画にならないかもしれないですけども、これではご勘弁ください。ということでシンガポールのフライト楽しんでいきたいと思います。いや先ほどね機内めちゃくちゃ寒かったんですけど、今はね機内めちゃくちゃ暑いですね。結構寒暖差がすごい。それではね先ほどと同様で、すぐね機内食が始まりました。いただきましょう。まあ、ちょっとね先ほども言った通りメインがさっきと一緒だったんでお腹いっぱいでね食べれませんので、サラダとフルーツだけいただきたいと思います。そしてシャンペン美味しいですね。先ほどと一緒のカシューナッツが並んでます。ナイスね。ということで機内食が到着しました。じゃあサラダ、はい、美味しそう。じゃあデザート、これも美味しそうですね。ドーナツみたいな感じですかね、はい、ではいただきましょう。お水いただきました。ではいただきます。何のサラダ、大根かな、非常に美味しい。これは大根ですね、うん、あめちゃくちゃ美味しい。サルサソースみたいな、非常に美味しいですね。ドーナツみたいな、ドーナツですかね。いただきます。日本でいうシュークリームみたいな感じですね、うん、まあ、これは非常に甘くて美味しい。まあ、こんなところでしょうかね、はい、食事してちょっとねフルフルあってほしいともねお見せできればなと思います。それではフルフラットにしていきましょう。お前のエアバスサッサンゼルと同じ感じですかね。これでねフルフラットになった感じですね。いやいい、自分の席はこんな感じですね、はい、かなりいいんじゃないでしょうか、はい、かなりゆっくりできると思います。完全に180度ねあのフルフラントになってますんでぐっすり寝れると思います。ということでちょっと眠いので休みたいと思います。おやすみなさい。それではお手洗いに行きました。アメリティはねこんな感じになってます。歯ブラシ、ヒゲ剃るとかありますね。いいですね、はい、あとはまあ皮脂とかねそういったものがあります。そんな大きくないですがいいですね。ちょっと歯磨きしたかったんでちょうどいいです。歯ブラシして戻りたいと思います。ということで間もなく到着となります。いやーぐっすり寝てましたね。今ね CA の方が順番にね窓を開けて機内が明るくなりまして目が覚めましたね。いや結構揺れてね、まあ、何度か目が覚めました。ではもうしばらく到着待ちたいと思います。いや今回のフライトねちょっと面白いことがありまして、今回ね222の座席で私通路側なんですよね。ですね窓側にねあのいらっしゃるんですけども、その方がですね機内真っ暗になってもうお休みモードになってるんですけど、まあまあなボリュームでずっと歌ってたんですよね。いやねそれで一回起きて私何の音だろうなと思ったら私のお伝えさん歌ってると思って、いや皆さん寝てますけどみたいなそんな感じでちょっとびっくりしました。面白かったです。で私そのタイミングで一回あのお手洗いに立ちまして、でお手洗いから帰ってたら多分注意されたんですかね、うん、もう歌ってなかったですね、はい、いやねちょっと未だにねあの大人さんね、まあ、いることちょこちょこありますけども、歌を歌ってしたの今まで初めてだったんでね、これねかなり貴重でした。っていうかちょっとね笑ってしまいましたね、うん、すごい気持ちよさそうに歌ってたんで、そんなこともあるんですね、うん、人それぞれね十人十色考え方がありますからね、まあ、そんなことが、ね、ありました。もうちょっとしたらね、飛行機が終わります。 Hi everyone. Thank you.
ということで無事チャンギ国際空港に到着いたしました。本日ねスリランカ航空のビジネスクラスでマレからコロンボを経由してシンガポールやってまいりました。まあちょっとね機材の古さはありましたけど非常に快適なフライトでしたね。ということで今回の動画はねここで一旦区切らせていただいて、次の動画ねまた楽しみにしていただければなと思います。次はですねシンガポールからジャカルタの方にね向かいます。ということで次の動画もねぜひ楽しみにしておいてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。